上村漢日本キリスト教会柏木教会日本キリスト教会柏木教会は、上村正久の参女上村玉木牧師が柏木に創設した現在日本キリスト教会の教会である。日本キリスト教会富士見町教会の牧師、上村正久は1923年の関東大震災後、東京府淀橋区柏木に転居する。上村正久は、 カシワギで開拓伝道をしようと考えたが、1925年に脳一血で急性する。上村の三女、上村玉木が父の遺志を受け継いでエディンバラに4年間留学し、1929年に帰国する。1930年に東京中介で順乗を受けて、父母の自宅のカシワギで夜の家庭集会と日曜日午後の礼拝を開く。 1931年のペンテコステから朝礼拝を行うようになった。1931年9月に臨時東京中会で電動教会建設が許可され、柏木電動教会になる。1937年10月3日に独立教会になる。1941年に日本キリスト教団に属する。戦後の1951年。 日本キリスト教団を離脱して、沢渡るらと日本キリスト教会の再建として、日本キリスト教会を結成する。1956年10月に柏木教会で開催された第6回日本キリスト教会大会では、日本キリスト教会は世界改革協会連盟に加入するとするとの決議が行われた。ありがとうございます。